今日はね、もう超久しぶりに外に出て、いや昨日も外には出たんだけど、今日はお散歩しました。まあお散歩って言ってもね、普通に用事があったので、まあ、そこまでちょっと歩いたりみたいな感じだったんですけど、そう5000歩ぐらいは歩きました、合計で。あんま疲れはしなかったかな。うん、まあずっと歩いてたわけじゃないからね、なんかまあだいたい10分15分10分みたいな感じで、まあ合計でまあ40分ぐらいは歩いてるけど、10分15分10分みたいな感じでやってました。でもやっぱ結構外の音とかに結構びっくりしちゃう私。そう本当にずっともう一人でこもってたので、本当に。でもちょっとは慣れたかなって思うんですけど、そう。まあ声はね、ぶっちゃけ本調子に戻ってない戻ってないと思う。そうそう、私も本当に一日でほとんど喋ってないから、これ大丈夫なのかなって思いながらもうちょっとで本番始まっちゃうけど大丈夫なのかなっていう不安はすごいんだけど、でもなんかここで無理に練習したり声出したりして、なんかまた喉の調子悪くなってもそれこそダメだから、もう本当にほとんど声出さないようにしてる。そう、お話し会ね、ちょっと不安なんですよね。なんか元気なくねって思われそうで怖いそうなの、それが私今一番不安です。うん、なんかあんま喉に負担ないようには頑張ろうとは思うんですけど、全然声聞こえないとかそんなこと思われてしまったらどうしましょうでちょっと不安です。明後日なんだよね。なので明後日お話し会に参加される方、私は珍しく多分声がそんなに大きくないと思うんですが、ご了承ください。まあ一応ね、私もマヌカハニーのハニージンジャーティー飲んだりとか、プロポリスキャンディー舐めたりとかしたりね、まあ基本的にほとんど喋らないようにしてるんですけど、そう。
で、まず今日はね、あれだ、生誕ティーなん違う、生誕グッズの話をしなくてはいけない。9月24日からあの生誕グッズが予約開始されるんですけど、今年の T シャツはもうジョン・マイ・ラブに全振りさせていただきました。もしかするとね、そのまあ私のファンの方にもいろいろあるじゃないですか。いっぱいジョン・マイ・ラブ現地に行く方もいらっしゃれば、配信で見てるよっていう方もいらっしゃるし、全然知らねえよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。まあそう、もうほんとね、ジョン・マイ・ラブ全然見たことないやっていう私のファンの方からしたら、またジョン・マイ・ラブかよとか本当思うかもしれないんだけど、申し訳ない、今年はジョン・マイ・ラブに全振りさせていただきました。そう、あれはもう分かる人には分かるやつ、そう分かる人には分かる。一応なんかね、めっちゃ漂流 T シャツに似てしまった気がするって思って、一応スタッフさん、あのマネージャーさんには相談して通ったので、多分大丈夫だったんだと思う。そう、まあ、ぜひファンの方にはあれを着て、あれ着てジョン・マイ・ラブ見てほしいなってちょっと思って、そういう思いを込めて作りました。実物どんな感じなのかまだ分かんないからさ、私もそうなのよ、実物見たらめっちゃ漂流 T シャツまんまって思われそうで怖いんですけど、そうそうそう。でもまああれは私も着たいなって思って、いろんな色で試してみて、やっぱこの色が一番いいなってなったので、そう、まあ、あれはね、やっぱ私にしかもうデザインできない案件だなと思って、そうそうそう。そうです、そう。で、そう、トートバッグもあんのかって思って、トートバッグ見て私めっちゃ笑ったんだけど、でもあれ実物どうなんだろうね、意外と見えづらそうな気もするんだけど、トートバッグは、そうそう、そう、だいたい私毎年生誕ティーは今年その年何があったかみたいのを割とデザインにするんですよ。だから例えば去年だったら、まあ、舞台のマジムリ学園もあったし、まあちょっとジョン・マイ・ラブお稽古もあったから、でちょっと自分食べ物の T シャツ欲しいみたいなのもあったのでとか、まあすごいお絵描きたくさんした1年だったなみたいなのがあったから、ああいうデザインになったし、その前の年は私があのディズニーのカーズにハマって、そうそう、カーズにハマったので、そのちょっとそれっぽいのにしたりとか、そう、なんかその時ちょうどアンスタにもまたドハマりしてる時だったから、アンスタの要素もちょっと入れたり入れなかったりとか、どっちやねんって思うんですけど、そうそうそう、割となんかその年ハマったものとか、その年あったことを T シャツの要素ちょっと入れるんですけど、そうなの、今年はね、もう今年はなんかまあジョン・マイ・ラブ関連もそうだけど、他にもいろいろ入れたいなっていう要素はいっぱいあったんです。
ただやっぱちょっと今年はあれをグッズにしたいなって思ったので頑張りました。ちなみに初日のねちょっと映像はあるので、あのそのなんか一般に公開されてるやつとかじゃ全くないんですよ。そう、あのまあ、キャスト側がちょっと持ってるやつみたいな感じなんですけど、その映像を見てああこういうこけ方してたんだみたいな、やばーみたいなっていうのを見て書いたそうそう、デザインはねずっとなんかどんなのにしよっかなみたいなのはなんとなくは考えてたんですけど、まあ本決まりしたのは締め切り超ギリギリですね。そうなんかああいう感じにしようかな、こういう感じにしようかなとか、なんかなんとなくふわふわっと考えてたけど、紙に起こしたのは超ギリギリでした。私毎回毎年毎年そう、まあルンバニアの方はもちろんなんですけど、もしよければ劇場ファンの方にもちょっと来ていただけたらちょっと嬉しいかもっていう感じです。そういやそう、でも結構なんか私の T シャツあの仕事場で着てるよっていう方結構いらっしゃるので、まあ、ちょっと着やすい色にはしたいなって思いまして、でも絶対ネイビー以外にしようって思ったの。私ほんとずっとネイビーだから、もう 3年連続ネイビーだったから、ちょっとネイビー色はちょっとあの封印して去年からちょっと違う、まあでも去年は私ああいう系の T シャツの色が欲しかったから、もういや私は今年はこれにするって思って決めたんですけど、デザイン最高ありがとうございますそう私もあれ早く着たいな。そうやっぱ基本的にあのもう自分が着たい T シャツをデザインするので、そうそうだから毎年着てますね。発売は24日から予約が始まります。いつまでかはちょっとわからないんですけど、なので皆さんぜひチェックしてください、うん、そうだね、今年はタオルあの顔写真のタオルとバッグと T シャツってことなんで、3日までか、10月3日ですって。うんうん、今年はタオルのデザインないのかって思って、でも私結構タオルのデザインめっちゃ苦手だったからなんかでもないのかないのかみたいなのもあるんですけど、そうでも T シャツデザインはマジで好きだから毎年楽しみですね。そうそう、あ、車に飾ってあるの？ありがとうございます。タオルかな？もし、多分。そうね、去年のタオルは、去年の、あれ結構好きだからな。でも私、
去年の生誕で、あれ去年だったかな、何が一番好きですかって言ったらボールペンって答えちゃうかも。てかあれは生誕じゃない、もう私あそこの会社のボールペンが好きなだけだ。めっちゃ書きやすいんです。そう、私今自分の使ってるボールペンが、あれ私の生誕グッズのボールペンか、さやちゃんの生誕グッズのボールペンか忘れちゃったんだけど、多分私のかなどっちだったっけ、忘れちゃったんだけど、あそこのボールペン大好きなのよ。めちゃめちゃ書きやすい。そう、めっちゃ書きやすいです。もうあそこの大好きです私は。そう、愛用しております。そういえばさ、話ってか話が変わるんですけど、この中で日暮らしの泣く頃にっていうアニメ見たことある方いらっしゃいますか？元がゲームなのかな、だからもしかしたらゲームなのかちょっと分かんないけど、元、まあ、ゲームだって聞いたことあるような気がするんですけど、もしかしたら元のをやったことがあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あるんだ。あれってさ、なんかカテゴリーで言うと何系なのかな。私ね、あれ5話ぐらいまで見てちょっともう無理だな、これ以上私見れないって思ってやめちゃったんですけど、そう、そう、私ね、いつぐらいかな、高校1年生ぐらいの時かな、推理ホラー系、やっぱホラーだよね。でも割となんか呪い系な感じしない？気のせいですか？私そういう感じするな。まあホラーの中にもいろいろあるんじゃない？だからその中でもなんかちょっと呪い系に行くのかな。そういうなんかグーな感じっていうよりかは結構人がウェイみたいな感じで、うわー怖いよーってなる感じなんですけど、そうそう、私が高校生ぐらいかな、あの夜中に部屋、目に悪いんですけど、夜中にあの部屋暗くして見てて5話ぐらいでやめちゃって、割とその人がヒャッハーじゃないな、そのなんて言うんだろうか、なんか幽霊とかじゃないんですよ、本当になんか人がちょっとうわーってなってしまうような感じが、割とちょっと私は苦手なんですけど、なんか意外結構それ要素がすごくて、ああ私無理やってなってね、やめちゃった。なんか結構さ、あの見る人はなんかもうそこでなんか最後まで見た方がいいみたいな、なんかってなんていうね、あの話もあって、そう、でも私はもうここまでで無理やったってなった
っていう話を今日なぜ急にしたのかはわからないんですけど、でもなんかね、それなんか急に日暮らしのことを思い出して、あ怖いなって思ったと同時に、ちょっと地獄少女を久しぶりに見たいなとも思って、ちょっと 1,2 話ぐらい見ちゃったんですけどあ、そう、でも地獄少女は全然見れる。はい、まあ1話も2話も見たことある話ではあったんですけど、最近ね、なんかこのキャラクター描きたいなみたいなのはあるんですけど、なかなかそこまでなんかよし描こうっていう気持ちになるまでいかなくて困ってるまあ自然とモチベーション上がることを待ってるんですけど、そう、私そう絵をね描くのは好きなんだけど、結構そのルンバニアの中でもまたお絵かき配信してねって待ってる方もいらっしゃるから、なんかの機会にできたらいいなとも思っておりますって言ったところでコメントが来たねはい、じゃあちょっと短いんですけど、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読みます。13位オクタゴンさん、12位モノサルさん、11位片栗小次郎さん、10位ツナさん、9位アキラ方言営業中さん、8位ももさん、7位夏目さん、6位ロミツさん、5位カラスのカーコさん、4位アーティーさん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。